キスしたいなら貢いじゃってね、段違いな夢見せてあげるわ。悲しいだけならこんな恋はしてない、あなたの声だったり笑い方が好き、あまり優しくないし仕事ばかりだけれど、友達に朝一番で囲まれるし、でも答えない教えない。